はい、こんにちは、116ウィンズです。今回は個人的にあまりにお得すぎると思う長期契約についてお話していきます。 MLB の醍醐味の一つに長期契約があり、契約のスケールの大きさはたびたび話題になっていると思います。大谷選手がコンフ結んだ10年契約なんかはいい例でしょうか。どの選手といついくらで長期契約を結べるかはチームの編成面においても実は割と重要な話でして、コアプレイヤーの囲い込みに成功しているブレイブスはそれがうまいからこそ今王朝を築けている側面だってあるはずです。今回はそんな長期契約のうち2023年以降有効な契約で、さすがにこれは契約のタイミングとかもろもろ考慮してもパフォーマンス比であまりに安すぎる、個人的にお得すぎるなと思う契約をご紹介していきます。なお今回対象は4年以上かつ総額が1億ドル以下の契約に限定しています。まずはマリナーズブルペンを支えるアンドレス・ムニョス。2022年シーズンから年俸調停前の1年と年俸調停期間すべてをカバーする4年総額750万ドルの契約を結んでいます。この契約を結んだ当時、ムニョスはトミー・ジョン手術からの本格復帰を果たす前でしたので、今みたいにブルペンの柱となってくれるか未知数な状態で、マリナーズが FA イヤーまである種750万ドルで全て買い切ったような契約となったわけですが、チームのムニョスに対する信頼が功を奏した事例かと思います。ここ2年間のムニョスはベースボールレファレンスサンスのウィンザーリプレイスメントで 2.1 とリリーフピッチャーとしてはなかなかの成績を残し、ブルペンに欠かせない存在へと成長。リリーフピッチャーでも年俸調停期間を経て最終的に1000万ドル近い年俸を受け取ることも珍しくない今、この金額でムニョスを囲い込めてるのは本当にバーゲンですよね。もはやこの2年の活躍だけで契約金額分の価値は優に回収した感もありますし、ハイレバレッジシチュエーションを任されるリリーフとしてもやはり破格でしょう。続いてはブルワーズの先発投手フレディ・ペラルタ。2020年シーズンから年俸調停前の2年と年俸調停期間すべてをカバーする5年総額1550万ドルの契約を結んでいます。ペラルタは昨年が初めての規定投球回到達と耐久面にやや課題を抱えているものの、ボールのクオリティ自体は1000球の選手で、ここ4年間合計のウィンザーブリペースメントは 7.0。 この期間中の被打率1割9分2厘は計400回以上投げた選手の中ではトップということで、 MLB で最もヒットを打たれない先発投手がこのペラルタとも言えます。先発投手の市場価値が高騰する現代ですが、2021年27先発、防御率 2.81、ウィンザーブリペースメント 3.7 を叩き出し初めてのオールスター選出。昨年は30先発で防御率 3.86、ウィンザーブリペースメント 1.9 と結果を残しているペラルタの今季年俸は5年契約最終年になってやっと550万ドル、安すぎますよね。2年間のクラブオプションもともに800万ドルと、こちらも破格の設定となっています。バーンズがトレードとなった今、ブルワーズのエースはペラルタなわけですが、今季さらなる飛躍を遂げ、契約のバーゲン度合いは増すのでしょうか。3人目はレイズのセカンド、ブランドン・ラウ。2019年シーズンから年俸調停前3年と年俸調停期間全てをカバーする6年総額2400万ドルの契約を結んでいます。契約時点でまだ MLB で43試合しかプレーしていなかったラウと、レイズは早々に長期契約を結んだわけなんですが、まあこれもその後の活躍を考えたらかなり格安だったなと。2019年から昨年まで合計のウィンザーリプレイスメントが 12.9、 ちょくちょく故障離脱もしますので、なかなかまとまった試合に出られていない印象はありつつ、出ている時は常に平均以上の貢献を見せてくれるのがこのラウという選手。2021年は149試合に出場してホームラン39本、 WRC プラス136、ウィンザーブルペースメント 4.5、 MVP 投票でも10位に入る活躍を見せていたりもしますし、昨年も109試合でホームラン21本、 WRC プラス117、 WRC プラスで100を下回ったシーズンは今のところありません。今季年俸が875万ドル、来季からオプション行使した場合は1000万ドル程度とやはり安いのですが、レイズ基準では高い部類にも入りつつあるため、そろそろトレードされるかもしれません。続いては開幕戦で母国韓国に凱旋するパドレスの内野手キム・ハソン。 KBO から MLB に移籍する際に4年総額2800万ドルの契約を結んでいます。アジア人内野手の評価が分かれる部分があったからこその金額なのだと思いますが、パドレスは正真正銘の金塊を掘り当てた感があり、4年契約の3年が満了した時点でウィンザーブリペースメントなんと 12.9、 ここ2年間は連続でウィンザーブリペースメント5以上を記録しています。二遊間というなかなか替えが効きにくいポジションを高いレベルで守れるからこそ、しっかりバリューを発揮できている部分もありますが、それに加えてキムはメジャーに来てから年々バッティングのレベルが上がっている点も大きく、昨年は152試合でホームラン17本、38盗塁、 WRC プラス112を記録、MVP 投票で14位、初めてのゴールドグラブ賞にも輝くなど充実のシーズンでしたよね。トレード市場でも他球団から相当興味を集めているようですが、今やパドレスに欠かせない主力選手、プレーオフ争いから脱落するような展開にでもならない限りはキープの方針でしょうか。
こちらは MLB 屈指の格安長期契約ですね。ブレイブスのセカンドオジー・オルビーズ。2019年シーズンから年俸調停前2年と年俸調停期間すべて、さらには FA イヤーも2年カバーする7年総額3500万ドルの契約を結んでいます。MLB でもトップクラスのセカンドであるオルビーズをこの金額で雇っていて、何かの法律に触れないのか心配になりますが、2019年以降のウィンズアブルペースメントも 14.8、文句なしの活躍ぶりで、契約が始まってからオールスター、シルバースラッガー賞にも共に2回選出されています。2022年こそ骨折と怪我もあって思うような年になりませんでしたが、基本的には頑丈で、またセカンドながらも毎年20本、30本打てるパワーも魅力。昨年は攻撃面でキャリアイヤーとなりまして、148試合でホームラン33本、WRC プラス124、ウィンズアブルペースメント 4.7。この選手の年俸がオプションの2年も含めて向こう4年間700万ドルで固定です。おかしいって。ブレイブスは催眠術でもかけているんじゃないかと言われるくらい、コアプレイヤーを市場価値よりも安めの金額で囲い込んできましたが、オルビーズとの契約は最高傑作のようにも思います。ここからちょっと総額が上がっていきますが、マーリンズの先発投手サンディ・アルカンタラの契約も個人的にはお得感が強いです。2022年シーズンから年俸調停期間すべてと FA イヤーを2年カバーした5年総額5600万ドルの契約を結んでいるアルカンタラですが、契約最初の2年間ですでにウィンズアブルプレイスメント 11.3 の荒稼ぎ。2022年は32先発、現代の先発投手としては極めて多い228回3分の2を投げて防御率 2.28、 ウィンズアブルプレイスメント 7.8 を叩き出したことでサイヤング賞にも輝いたことは記憶に新しいことでしょう。昨年は防御率こそ 4.14 と大きく落としましたが、184回3分の2を投げてイニングはしっかり食えたことから、ウィンズアブルプレイスメント 3.5、 エースの契約としてはやはり破格でしょうか。ただアルカンタラは残念ながら昨年10月にトミージョン手術を受けたことから、今季2024年は全休の見込み。そのため今までよりかはお得感は薄れたかもしれませんが、2025年以降に再びエースとして戻ってくるのであれば、契約に対する印象が大きく変わることはないと思っています。今季からダイヤモンドバックスでプレーする強打者 G のことエウフェニオ・スアレスの契約も個人的にはバーゲンプライスなのではと思っています。レッズ時代の2018年シーズンから年俸調停期間すべてと FA イヤーを4年もカバーする7年総額6600万ドルの契約を結んでいます。G のはちょうどこの契約が始まった2018年から MLB 屈指のスラッガーへと成長し、2018年は143試合で34ホーマー、翌2019年には49ホーマーも記録、直近6シーズンで放った182本のホームランはこの期間中 MLB 5位の好成績でもあります。昨年はややパワーダウンを感じるシーズンともなってしまったジーノで、それもまたマリナーズからのトレードにつながってしまった側面もありそうですが、しかしながら近年はサード守備に成長が見られ、昨年の OAA プラス11は MLB 全サード中3位タイ。体も頑丈で昨年は全試合出場、それ以外の年も大きな怪我はほとんどなく、計算できるからこそ6年間で合計 13.7 ものウィンズアブプレイスメントを稼ぎ出した部分もあるでしょうか。三振が多いなど穴も多いですが、金額を大きく上回る確かな価値はもたらしているはずです。そして最後、もはや半ばこの人のために今回作ったところもあります。ブレイブスのスターにして昨年の MVP、ロナルド・アクーニャ・ジュニア。2019年シーズンから年俸調停前、年俸調停年のすべて、さらに FA イヤーを2年カバーする8年総額1億ドルの契約を結んでいます。今や MLB のスーパースターへと成長を遂げたアクーニャをこの金額で囲い込めてるのはやばすぎますよね。2019年以降の5年間で、すでにウィンズアブルプレイスメントを22も稼いでいて、しかもこの間には2020年の短縮シーズン、2021年には膝前十字靭帯断裂の大怪我、2022年も怪我の余波で本調子とは言えない部分もあったにもかかわらず、5年でこれだけ価値を生み出していると、すでにオールスターに4回、シルバースラッガー賞に3回選ばれているアクーニャですが、昨年は前人未到の40ホーマー70盗塁の大記録を打ち立て、WRC プラスも170を記録、MVP も受賞したことで膝の怪我からの完全復活を印象付けるシーズンともなりました。そんなスペシャルな選手が2年分のオプションも行使した場合、向こう5年間の年俸は1700万ドルで固定、クオリファイングオファーの金額よりも低いですからね。オルビーズと共にブレイブス王朝の一員ともなった、あまりにお得すぎる契約でしょう。ということで何人かご紹介してきました。長期契約は年数が長い分当然リスクも伴いますが、どの選手も金額をはるかに上回る活躍を見せていて、本当に素晴らしいの一言ですよね。選手の力を信じて長期契約を出したチーム、そして結果的にはパフォーマンス費で安すぎたかもしれませんが、絶対額として一般的に何百万ドル何千万ドルは一生困らないような金額、これを手にしながらもちゃんと活躍している選手、双方がすごいと改めて思いました。今回比較的元々の総額が低い選手に限定しましたが、皆さんの中でお得すぎると思うような長期契約ありましたら、こちらもぜひ教えてください。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後ですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。